ブラックドクター本人。え、共犯者がいた。うわぁ、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃ途中から始まった。そっか、ここで終わっとったんやっけ。とにかく犯行現場は地下の電気制御室で間違いないよ。何がなんだろうか。と唐突すぎて、今まで多分ねちゃんとしたところから始まっとったと思うんやけど、え、犯行現場は地下の電気制御室で間違いない。犯行現場地下の電気制御室、犯行現場、ヘビーボールで電力を融合させてハンターを感電させたんだよ。では犯行が電気制御室だったとして、その電気装置を作動させたのは誰なのか特定できないだろう。犯行が電気制御室。まだ頭が追いついていないぞ。電気装置を作動させたのは誰なのか。あんたしかいないでしょ。今あれハンター殺人事件の時のことをしようね。部外者の人間が電気制御室で電力融合なのと複雑な機器を扱えるわけないだろう。ブラックドクターが電気制御室のような難しい機器を使用できた理由はもちろん、これはね、助手は最先端技術に詳しい。そうだよ、機械に詳しいなら電気制御室も扱えるはずだよ。地下は不法侵入罪、それに鉄格子も複数あったよな。部外者の人間がどうやって電気制御室まで侵入できたというのだ。でも部外者と言っても、ハンターが殺害された時にはもうすでに警察は特についとったし、なんか危険人物がどうたらこうたらみたいな捜査令状が出とるみたいな言わなかったっけ。電気制、あ、これこれこれ、旅館に捜査令状、国から発令された正式な捜査令状、これね。そうだよ、警察が人間には不法侵入罪よりも強い法律、捜査令状があるんだよ。ねえ、ちょっとここから先はちょっとみたいなこと言わんやろ、捜査令状出とって。地下へのガサ入れだって可能なはずだよ。捜査令状？この話は地雷なんじゃ。え、何？どうしたどうした？何？どういうこと？その通り、自ら捜査令状の話を蒸し返してしまうとは、さすがはヤブヘビ。そう、我々警察は国からの捜査令状で、たまたま旅館に派遣されただけ。あ、たまたまやけん、何？どういうことだ？なんだ？どういうことだ？動機がないとか、そういうこと？たまたま旅館に派遣された我々にこんな手の込んだ事件を起こせるわけないだろう。あ、そういうことね。国からの捜査令状、この難題が残ってたよ。だけどハンター殺人事件の解決によって全ての事件が解決された今なら、この難題も乗り越えられるはずだよ。え、全ての事件が解決された今なら、もう解決された？旅館に出された捜査令状、本当に偶然なのか、そろそろ攻めに転じるべき。よし、ということは強気で、捜査令状のタイミングは必然である。そうだよ、必然だよ。旅館に凶悪犯がいるんだから、捜査令状が出されるのは必然じゃないか。ほう、その凶悪犯とは誰のことかな。黒幕のお前に決まってるだろ。いや、でもここに来る前に捜査令状出ないやもんね。それでは順序が逆転している。我々が凶悪犯だとしたら、凶悪犯が旅館に来る前に凶悪犯が旅館にいたという矛盾が生じる。てか、我々が凶悪犯だとしたら、その凶悪犯は君だけだろ。刑事死んだし、あの人は多分何者でもなかったよ。ただの使えない刑事だったんだよ。こんがらがってきたよ。記憶を遡って考えるべきだよ。捜査令状が出されていたなら、警察が来る前にこの旅館で何かが起こっていたはずだよ。この旅館で警察が来る前に起こった出来事を忘れた場合は消去法で OK。 ふんふんふん。起こった出来事、停電監禁殺人。警察が来る前に停電しか起こってないよね。確かにそうだったよ。刑事さんたちが来る前にもこの旅館で停電が起こってたよ。どこぞのボロ旅館に停電が起こっただけで警察が緊急出動か。どれだけ平和な国のおとぎ話だ。だったらその停電にも原因があるはずだよ。最初の停電とハンター殺害時の停電、この旅館で停電は2回起こってるわね。この2つの停電、原因が同じだとしたら、最初の停電が起こった原因もあの説明に違いない。最初の停電が起こった原因もってことは、ハンターの時の原因と同じということよね。ハンターの時の原因が電気制御室やった。え、これを電気制御室でいいんかな。そうだよ、
ハンター殺人事件解決した今になってようやく見えてきたよ。最初の停電の件も地下で電力融合が作動していたに違いないよ。バカの一つ覚えのごとく電力融合か。その証拠でもあるのか。ハンター事件の時は電力の融合から攻撃力15のエネルギーでブレーカーが落ちて停電、攻撃力15になると停電確定、そしてさらに反応するものといえば火災報知器、関係ないよね。電気スプリンクラーも電気関係ない。警察犬、そうだよ。攻撃力10を超えた時点で違法兵器、15にもなればさらなる危険物だよ。そして警察犬は重度の危険物なら1キロ離れてても探知できるって話だったわね。くっ、そういえばここから1キロ圏内の距離に警察犬のいる訓練施設があるらしいよ。おお、警察署も近辺にあるしね。つまり旅館の電気制御室で電力を融合させて停電、その融合エネルギーを1キロ圏内の警察犬が違法兵器と勘違いして旅館に捜査令状が出されたわけね。え、でもさ、その警察が来る前のそのエネルギー融合っていうのは何によって起きたの？誰によって起きたの？それじゃあ捜査令状により警察の追っていた旅館にいる凶悪犯って、え、強盗殺人犯はいないよね。違法兵器所持者のこと、国際的指名手配犯のこと、反社会勢力のこと、まあ要は違法兵器所持者がここにいるっていう理由で捜査令状が出たっていうことよね。そうだよ、架空の違法兵器所持者の存在を作り上げることで旅館への令状発行に成功したんだよ。え、だから、え、ど、え、そのエネルギー融合のことはもうやったんだっけ？うまくできたシナリオだが大きな矛盾点があるのだよ。我々警察が旅館に派遣されるより前に地下の電気制御室を作動させた人物が旅館内にいなくては成り立たない話だよね。そこ解決してないよね。なんか普通に話進んでいっけん解決したんかと思った。確かに警察は後から大雪の中やってきて様子だったしな。我々が派遣されるより前に誰が地下電気装置を作動させたというのだ。ムカデ、ヘビ探偵、その時点では旅館内に共犯者がいた、ブラックドクター本人。え？地下電気装置を作動させた。ムカデ、え、違うやろ。ヘビ探偵も違うやろ。その時点では旅館内に共犯者がいた、ブラックドクター本人。え？共犯者がいた？うわぁ、こっちも罠っぽいやつだよ。まあ旅館にいた共犯者とやらを教えてもらおうじゃないの。旅館の女将ミミズハンター。全員死んどるけん誰が共犯やとしてもまあね、口封じに消したっていう風に捉えれるけど、でもまあ地下に入っていけたっていうことなんやけん女将だろうね。今回のメンツの中では旅館の女将さんが共犯者だった可能性はあるかもしれないよ。旅館の女将がそんな犯罪に加担して何の意味がある？報酬をもらっている、弱みを握られている。報酬、弱みを握られている。弱み、そういえばおかみさんには弱みがあったような。おかみさんの弱み、おかみさんの弱み、旅館の機密事項、要は人工温泉。そうだよ、ブラックドクターはこの旅館を何度かガサ入れしているから人工温泉の弱みを知ってるはず。人工温泉を口外しない代わりに電気制御室を作動させるとかいう契約が交わされてたのかもしれないよ。それでオカミめは電気制御装置を扱えるのかな。無理だな、オカミさんは機械音痴だからな。そういえば停電後の人工温泉再稼働でも苦戦してたよね。共犯者が作動させた件は間違いだったみたいだよ。間違いなんか。だけど黒幕の目的はヘビボール持ちの客、停電、電力融合のタイミングはバッチリ、ヘビ探偵の来訪直後だったよ。そうなると停電、電力融合のトリガーになったアイテムは当然、あ、ヘビ探偵がこの旅館に来た件作動したってこと？ヘビボールや、この旅館にヘビボールの数が揃った件とかそういうこと？そうだよ、ヘビボールは1個じゃ役に立たないけど複数集まると共鳴エネルギーが発生するよ。じゃあ自動装置みたいな感じになっとったわけや。その共鳴エネルギーが電気装置のトリガーになっていたとしたら今ならわかるはず。
最初の停電、電力融合を発動させたのは誰？ヘビ探偵なんや。へえ。これさ、あれやんね、最初から選択肢には入っとったけど、言おった通り遠回りをせんとこの答えにはたどり着けんっていうやつや。これ最初からヘビ探偵を選んどった場合はどうなるんやろ。いやいや違うやろみたいな感じになるんかな。だってそんな話出てきてないもんね。ヘビ探偵、ヘビ探偵が自分で何言ってんのよ。タイミング的には確かにヘビ探偵がフロントでチェックインしてる時に停電したけど、フロントといえばちょうど真下の階にヘビボールが並んでいたような。あれフロントの真下なんや。そしてその先には電気制御室。くっ、来客者の持ってるヘビボールによってフロント地下のヘビボール同士が共鳴。その共鳴エネルギーが隣の電気制御室に伝わり、電力装置が作動するような仕組みさえあれば、ヘビボール持ちの結果旅館に来る絶好のタイミングで警察犬を勘違いさせ捜査令状を出せるシステムになるよ。うわー、もう自動的にそういう感じになるように仕組まれとったんや。怖、偶然だろ。停電と捜査令状がたまたま重なっただけだ。思い返せば過去に監禁騒動が起きた際にも警察が来る前に毎回停電が起きてたよ。あれはヘビボール持ち客の来訪によって停電、電力融合、警察犬、捜査令状のシステムが発動してたんだよ。停電後に毎回すぐ警察？そんなマンネリが誤解はあったならすぐ見破られるだろう。確かに停電、警察来訪のワンパターン傾向に何で今まで気づかなかったのか謎だよ。いや、やけんってさ、警察が悪いことしよるとは思わんよね、普通は。ワンパターン傾向をごまかすために黒幕が広めた噂とは、土の子の噂、呪われた旅館の噂、人工温泉の噂。いや、人工温泉は噂出てなかったけんね。土の子の噂、土の子の話ってそもそもさ、あのムカデとハンターぐらいしかしてなかったことない。呪われてる感のことはなんかゲーム始まってすぐぐらいにみんな言いよった。そうだよ、そのための呪われた旅館の噂なんだよ。ヘビボール持ちの客が来て、ちょうど旅館の呪い関連の規約を読んでるタイミングで停電が起こるから。規約に呪い関連あったんやっけ。そのまま呪いの仕業に持っていけるんだよ。よくできた仕掛けだな。確かによくできた仕掛けだ。だがよくできすぎているだけに矛盾もあるのだよ。そんな大掛かりなシステムを部外者が用意できるものではない。旅館側の人間でもない限りな。確かに部外者には無理だよ。旅館の全てのシステムを理解、それ以前にシステムを設計できるレベルでもない限り、旅館側の人間ではないブラックドクターが大掛かりなシステムを用意できた理由は、もうめちゃくちゃわかりやすいやん、これが正解でーすって色つけてくれとる。命の救世主 X だったから。命の救世主 X？ やっとつながったわね。ついに因縁の対決だよ。グググググ。蛇ごときがよくもここまで足を踏み入れたものだな。真相に迫ってるよ。ここからが正念場だよ。おお、ここからが長い本番戦になりそうです。セーブで。議論に戻るよ。いよいよ救世主 X の謎を追求する時だよ。救世主 X は過去に旅館の温泉を掘るために70万ゴールド以上かけたと言われてたけど、その現状は土の組み合わせだったらしいよ。救世主 X が？そして温泉が湧き出るどころか旅館ごと沈没させてしまったって話だね。早速矛盾してるじゃねえか。だって警察側が土の子の噂を流したんよね、嘘の。救世主 X は土の子目当てに地下を掘った件、土の子100万ゴールドは警察が流してデマだった件、どちらもお前が証言したことだ。この俺が救世主 X なら、自分で流した土の子100万ゴールドのデマに釣られ、自分で地下を掘ったとでも言うのか。矛盾してるならどちらかの証言が間違ってるはずだよ。矛盾する2つの証言、間違っている、ミスリードさせられた証言はどっち？救世主 X は土の子目当てに地下を掘った件が嘘なんやない？え？土の子の100万ゴールド目当てで地下を掘ったんじゃないの？土の子でないなら地下に土の子以外何が埋まっていたのか提示してもらおうじゃねえか。何が埋まっていたのか？地下に？地下に埋まっていたものって何？土の子ではないとすれば地下には何が埋まっていたのか？え？地下に埋まっていたもの、ヘビボールってことなんかな？そうだよ、
狙いは土の子と見せかけて、本当の狙いはヘビボール。何とも見せかけてどっちもミスリードのやつ、やめてよ。まずいよ、黒幕のペースの盗られてる気がするよ。黒幕の目的がヘビボールで、地下にはそのヘビボールがある。救世主 X はヘビボール発掘のため地下を掘り起こしたのだろう。惑わされちゃダメだよ。そもそもヘビボールの元々のありかは、元々のありかはレアヘビの体内。そうだよ、ヘビボールはレアヘビの体内に宿る鉱石で、土の中にあるもんじゃないよ。だったら地下にあるヘビボールの数々はどこから湧いて出たというのだね。どこから湧いて売られたものってことやろ、その今までの停電の時に。そうだったよ、旅館に売られたボールを地下に保管しただけ。もともと埋まってたわけじゃないよ。本当に売られたヘビボールだけかな。言われてみればいつの間にか地下に自然発生したヘビボールもあったよ。どういうこと？地下に自然発生していたヘビボールの正体はレプリカ押収品隠し財産。レプリカではないやろ。押収品隠し財産、どういうこと？隠し財産、もう地下を掘り尽くしたから隠し財産とか出てこないよ。押収品ってどういうこと？そうだったよ、旅館に売られたボール以外にも黒幕自身が剣士や誤認逮捕で押収したヘビボールもあったよ。それはいつの話？今回のこの事件、この一連の事件に関する、その流れ？3通りの入手プランとか言ってたやつだね。壁に固定されている理由は転売や盗難届を防ぐため。それに加えて地下の仕掛けで電力融合をオート発動する目的もあったね。だが救世主 X が大金をはたいて地下を掘り起こしたのは事実だろう。土の子もヘビボールも埋まっていないなら地下には何が埋まっていたというのだ。何？逆転の発想があるのか。何が埋もれてたの？埋まってるもの、なくない？逆転の発想、提示するものが尽きたなら提示しなければいい。そういうこと？証拠品を提示しない、ないんや証拠品。提示しないだ？推理を放棄する気か。地下には何も埋まっていなかった。どういうこと？埋まっていなかった？地下に何も埋まってないのに掘った？何も埋まってないのに地下一帯を掘り起こしたらと？地下同様に頭の中もスカスカになっちまったか？何か別の報酬があったかもしれないよ。そもそもこの救世主 X が地下を掘り起こしたタイミングっていうのは何？この一連の事件が起こる前の話なわけやん。かなり前の話よね。そこで掘って何かを見つけるんじゃなくて、掘って地下に何かを仕掛ける、要は電力融合装置を設置したんじゃないの？重機に金を費やし、掘るのに労力を費やし、リスクだらけじゃないか。要はこの自動ヘビボール収集場みたいなのを完成させるためにこの旅館を利用したってことやろ。でっかい一つの装置みたいにしたってことやん。地下掘ったり設備提供に70万ゴールド以上かけたって話だから、100万ゴールド近い見返りがないと採算が合わないな。金は労力だけの話じゃねえぞ。旅館が沈没してしまうリスクもあるからな。旅館が沈没してしまった事故、救世主 X 的には大成功ってことじゃない？沈没させたのが大成功だと？わざと事故を起こすバカがいるか。現に沈没が失敗だったからこそ旅館にお詫びする羽目になったって話だろう。それも込みでのじゃない？そうだったよ、沈没のお詫びとしていろいろ設備などを提供されたけど、だってここでお金を提供するならわかるけど、いろいろ設備を提供っていうのは多分自分に都合のいい設備を提供したんじゃないの？お詫びをした救世主 X の意図は、お詫びすること自体も目的。お詫び自体が目的？もう逆転の発想だらけでついていけなくなっちゃったよ。救世主 X からは設備提供の他にも改装などの援助があったけど、そういえば旅館のおかみさんも部屋を狭くリフォームしたのも救世主 X の仕業って言ったわね。もうお詫びやのに仕業って言いよるあたりがね、全然感謝してないけど。まず救世主 X にとって部屋を狭くリフォームする利益などないだろうが、
救世主 X が部屋を狭く改装した理由は、客を排除するため、貧乏人の客を排除するため、金持ちの客を排除するため。狭く改装した理由は、あ、金持ち客を排除する。え、違う。だって金持ち客わざわざね、狭い部屋泊まらんくない？知らんけど、こんなの完全に初見をやりに来てるやつだよ。まずは金持ち客を排除するためという根拠を提示してもらおうか。え、やけんさ、あの ATM にお金を支払われてしまったら解決してしまうけん、ヘビボールを売り払うっていう手段がなくなるんよね。そういうことやろ。どこや。え、どれだ。あれ、この辺か。口座に7770ゴールド。これを振り込まれてしまったらいかんってことやろ。そうだよ。換金用金の扉の解錠条件は7770ゴールド振り込むこと。もし金持ちの客がいたらすぐに振り込まれてしまう可能性が高いんだよ。そうなるとお目当てのヘビボール獲得前に換金状態が解除されてしまう危険があるんだよ。確実とは言えないな。部屋が狭くても温泉やパスタ目当てに金持ち客がやってくる可能性だってあるだろう。まあ確かに。確かに。そもそも命に関わる緊急事態なら金持ちじゃなくても7770ゴールド振り込むものが現れる可能性も高い。えけん、そのためにはヘビボールを売るんじゃないの。金持ちでも振り込めないようにするためにもっと根本的な手段があったのでは。根本的。え、なに、振り込む額を7770万ゴールドに値上げする。まんね、振り込み自体を受け付けない。 ATM 壊れとったよね。そういうことか。そうだよ、振り込みを受け付けなきゃいいだけの話だよ。実際に ATM エラーで振り込めなかったしね。都合よくエラーが起こったとしても怪しまれるだけではないか。いや、でも ATM のエラーを警察のせいと思うことはないやろ。 ATM 故障を理由づける言い訳も用意していたはず。停電、バグ、2000年問題。停電やろ、事前の機械やしね。そうだよ、換金騒動の前には必ず停電が起こる仕組みがある以上、その停電を ATM エラーの言い訳としても利用したに違いないよ。もはやリアル振り込めない詐欺だね。リアル振り込めない詐欺？振り込めない詐欺っていうのがあるの。そうなるとエラー以前に ATM と金の扉はもともと連動さえしてない可能性も高いわね。なるほどね。金の扉はどんなバールでも破壊不可能だ。 ATM と連動してなければ金の扉の解錠方法がないだろう。鍵ぐらいあるんやない。バールでは破壊不可能でも設置した張本人なら別の解錠手段を確保してるはずだよ。じゃないと自分も閉じ込められて終わりやんね。だったら新たな矛盾が生まれてしまったようだな。金の扉と ATM が連動してないなら、自分で証言してた金持ちを排除する動機も連動しなくなるだろう。いや、でも、ま、連動してないけど、どうなん？わからん。それじゃあ他にも部屋を狭くする動機があるはずだよ。救世主 X が部屋を狭く改装した本当の理由は。